今回は大谷翔平の新居報道が炎上した理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近大谷翔平選手の新居報道が炎上してフジテレビが謝罪したのを知ってるか？ニュースで見たわよね。一体何が問題だったのかしら？簡単に言うとプライバシーの侵害だぜ。プライバシーの侵害ってどういうこと？大谷選手はアメリカで活躍してるんだけど新居の場所が特定されちゃったんだ。なんで？フジテレビが大谷選手の家の場所がわかるような映像を放送しちゃったんだ。まさか家の外観とか？そうだよな。しかもその場所が特定できるような情報まで流しちゃってさ。それはちょっとまずいよね。そうだろう？大谷選手はアメリカでプライバシーをとても重要視してるんだ。そうなのね。だから新居の場所が特定されるような報道は大谷選手にとって大きなストレスになるんだよな。確かに誰だって自分の家の場所が特定されるのは嫌よね。それに大谷選手のファンの中には新居に押しかける人が出る可能性もあるんだ。それは危ないわね。そうなんだ。だからフジテレビはプライバシーの侵害を謝罪したんだぜ。なるほどね。今回の騒動はプライバシーの重要性を改めて考える良い機会になったんじゃないかな。そうね。メディアは有名人のプライバシーを守るようにもっと配慮する必要があるわ。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は大谷翔平の新居報道について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近大谷翔平の新居報道があったよな。ニュースで見たわね。あの豪邸すごかったわ。あれはね、実はね、単なる報道じゃなくてある意味戦略なんだぜ。戦略？どういうことなの？大谷翔平は今やメジャーリーグでトップクラスの選手だろ。そうよね。すごい人気よね。その人気を利用してメディアを味方につけようとしてるんだ。メディアを味方に？どういうこと？大谷翔平はアメリカでエンターテイメントとして扱われてるんだ。エンターテイメント？つまり彼のプライベートな部分もファンが知りたい情報として扱われてるってことだぜ。なるほど。だから新居の報道も彼にとって宣伝みたいなものなんだ。宣伝？彼のブランドを高めるためにわざとメディアにリークしたって話もあるんだぜ。へえ、そうなんだ。メディアは大谷翔平のプライベートな情報を手に入れることで視聴率を稼ぐことができる。なるほどね。そして大谷翔平はメディアからの露出が増えることでさらに人気を高めることができる。それは確かにそうね。つまりウィンウィンの関係なんだぜ。ウィンウィン？互いに利益を得られる関係って意味だぜ。なるほど。大谷翔平は自分のブランドを最大限に活用してビジネスチャンスを広げようとしてるんだ。さすが大谷翔平。だから新居報道は単なるプライベートな話じゃなくて彼の戦略の一部なんだぜ。そうか、深い話ね。大谷翔平はビジネスマンとしても天才なんだぜ。すごいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は大谷翔平の妻田中真美子さんのことについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず田中真美子さんって元バレーボール選手なんだぜ。そうなのね、知らなかったわ。しかも高校時代はインターハイにも出場した実力者だったんだぜ。すごい、やっぱり大谷翔平さんと結婚するくらいだから何かすごいものを持っているのね。そうなんだよな。でも結婚後はメディアへの露出はほとんどないんだ。それはプライバシーを守るためなのかな？確かにプライバシー保護も理由の一つだろうけど、実はもう一つ理由があるんだぜ。何かしら？それは田中真美子さん自身がメディアに注目されることを嫌っているんだぜ。そうなの？それは意外ね。元バレーボール選手として有名だった時期もあるだろうけど、今は一人の女性として大谷翔平さんの妻として穏やかに過ごしたいと思っているんじゃないかな。確かにメディアの注目はプレッシャーになることもあるわよね。それに
田中真美子さん自身も大谷翔平さんのことを一人の人間として愛しているんだと思うんだ。それはとても素敵なことね。だからメディアに注目されることを避け、大谷翔平さんと二人で穏やかな日々を送っているんだと思うんだぜ。なるほど。それに田中真美子さん自身もスポーツ選手としての経験を生かして大谷翔平さんのサポートをしているんだと思うんだぜ。どんなサポートをしているのかな。それは具体的な内容はわからないけど、きっと大谷翔平さんの食事や体調管理、メンタル面など様々な面でサポートをしているんじゃないかな。確かにスポーツ選手は食事や体調管理が大切よね。そうだよな。それにメンタル面もスポーツ選手にとっては非常に重要なんだぜ。大谷翔平さんもきっと田中真美子さんからたくさんの支えを受けているのね。そうだろうな。田中真美子さん自身はメディアに露出しないことを選んでいるけど、きっと大谷翔平さんの陰ながら大きな支えになっているんだろうな。二人で支え合って素敵な人生を送っているのね。そうだな。田中真美子さん自身も大谷翔平さんと結婚して幸せな人生を送っていると思うんだぜ。それは本当に素敵なことね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は大谷翔平ので金騒動について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近大谷翔平がで金になったって話題になってるよな。そうよね。一体どういうことなの。簡単に言うと、フジテレビが勝手に大谷翔平の家を訪問してその様子を番組で放送しちゃったんだぜ。それはちょっとプライバシー侵害じゃないかしら。そうなんだ。しかも大谷翔平本人はそんなことは知らなかったみたいなんだ。マジ？それはショックよね。しかもフジテレビはその後出禁になったことを認めて謝罪したんだけど、一部では嘘だったんじゃないかって声も上がってるんだ。嘘だったの？どういうこと？実はフジテレビは過去にも大谷翔平に関する嘘情報を流していたことがあるんだ。嘘情報？何のこと？例えば大谷翔平が日本からアメリカに渡った際に、フジテレビは大谷翔平はアメリカでホームシックになって日本に帰りたいと思っているって報道したんだ。それはちょっと違う気がするわね。でも実際には大谷翔平はアメリカで充実した生活を送っていて、ホームシックになるどころかむしろ日本で過ごす時間の方が少ないくらいなんだぜ。そうなのね。他にも大谷翔平のプライベートに関する嘘情報を流していたっていう話もあるんだ。それはひどいわね。だから今回の出金騒動もフジテレビがまた嘘情報を流してるんじゃないかって疑ってる人もいるんだ。そうかもしれないわね。でもフジテレビは出禁になったのは事実って認めてるんだぜ。ということはやっぱり出禁になったのは本当なの？それはまだよく分かってない。一体何が本当なのかしら。そもそもなんでフジテレビはこんなにも大谷翔平に執着してるんだ？それは大谷翔平が人気者だからじゃないかしら。確かに大谷翔平は人気者だけど、それだけじゃないと思うぜ。そうなの？フジテレビは大谷翔平を使って視聴率を稼ぎたいんじゃないか。視聴率？テレビ局にとって視聴率は命なんだぜ。なるほど。だからフジテレビは視聴率を稼ぐために大谷翔平に関する様々な情報や映像を流してるんだと思うぜ。でも嘘の情報を流してまで視聴率を稼ごうとするのはちょっとやりすぎじゃないかしら。そうだな。それに大谷翔平は今のところで金騒動について何もコメントを出してないんだ。本当？だから本当のところはよくわからない。一体どうなるのかしら。今後の展開に注目だな。私も注目してるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は大谷翔平の結婚相手が田中真美子になった理由について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず大谷翔平ってメジャーリーグで活躍するスーパースターで、
日本でも超有名人だろ。もちろん、大谷翔平は、野球の実力もさることながら、イケメンで人気もすごいよね。そうだな。で、その大谷翔平が結婚したのが、元バスケ選手の田中真美子だぜ。田中真美子って、大谷翔平の奥さんなのね。すごい組み合わせだと思わない？確かに、一見、接点がないように思えるよな。だけど、実は、二人の間には共通点があるんだぜ。共通点？どんな共通点があるのかしら？それは、二人ともアスリートってとこだ。大谷翔平は野球選手、田中真美子はバスケ選手。どちらもトップレベルのアスリートなんだぜ。なるほど、スポーツ選手同士って、共通の話題も多いだろうし、理解し合える部分も多いのかもしれないわね。まさに、それだぜ。アスリート同士って、お互いの努力や苦労がわかるから、共感できる部分も多いんだよな。そうよね。私も、スポーツやってたから、練習の厳しさとか、試合のプレッシャーとか、よくわかるわ。それと、田中真美子は、身長が180センチメートルもあるんだぜ。大谷翔平は、193センチメートルだから、二人とも長身で、スタイル抜群なんだ。あら、田中真美子さん、背が高いのね。二人ともスタイルいいから、お似合いだわ。さらに、田中真美子は、英語も堪能で、海外での生活にも適応しやすいんだぜ。へえ、大谷翔平は、アメリカで活躍してるから、英語が話せるのは助かるよね。それに、田中真美子は、大谷翔平と同じように、努力家なんだぜ。努力家って、具体的なエピソードはあるの？例えば、田中真美子は、大学時代、練習中に怪我をしてしまったんだけど、それでも諦めずにリハビリを続けたんだぜ。大変だったろうけど、すごい意志の強さね。大谷翔平も、怪我を乗り越えてきたから、きっと共感する部分があるわよね。そうだな。二人は、互いに尊敬し合える部分があるから、結婚できたんだと思うぜ。やっぱり、結婚って、尊敬が大切よね。それと、忘れてはいけないのが、二人とも、めちゃくちゃ美人でイケメンってことだな。それは、各家に、美男美女カップルって、見てて気持ちいいよね。それだけじゃなく、二人の組み合わせって、見ててワクワクするだろ？そうね、大谷翔平って、野球選手としてだけでなく、プライベートでも話題になる人だから、結婚相手も注目されるわよね。まさに、それだぜ。二人が結婚したことで、世間の関心はさらに高まったよな。これからも、二人の活躍に期待しているわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は、大谷翔平と結婚した田中真美子さんについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。大谷翔平と結婚した田中真美子さんって、実は、すごい経歴の持ち主なんだぜ。どんな経歴なの？田中真美子さんって、もともとはモデルとして活動してたんだぜ。モデルだったのね、知らなかったわ。しかも、ただのモデルじゃなくて、あの有名なキャンカムの専属モデルだったんだぜ。キャンカムのモデルだったの。すごいわね。そうだろう？まさに、憧れの存在だったんだよな。各家に、カンカムのモデルって、華やかで憧れるわ。だけど、田中真美子さんって、モデル業以外にも、すごい活動をしてるんだぜ。他にどんな活動をしてるの？実は、田中真美子さんって、ファッションブランドのプロデュースもしてるんだぜ。え？プロデュースもしてるの？そうなんだぜ。しかも、自分のブランドを立ち上げて、経営もしてるんだ。すごいわね、モデル業、ブランドのプロデュース、経営。多彩すぎるわ。それに加えて、田中真美子さんって、英語もペラペラなんだぜ。英語も話せるの？そうなんだぜ。海外での活動も多いみたいだな。海外でも活躍してるのね。本当にすごいわ。だから、大谷翔平選手と結婚したのも、ある意味当然と言えるかもしれないな。各家に、田中真美子さんって、本当に魅力的な人ね。大谷翔平選手も、田中真美子さんの魅力に惹かれたんだろうな。そうよね、素敵なカップルだわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は、大谷翔平のあの発言について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、
大谷翔平がメディアで話題になってるよな。そうね、特にあの発言がすごい話題になってるみたいよね。あの発言、つまり会いたい時は球場に来てくださいってやつだな。あれは衝撃的だったわね。あれは衝撃的だったぜ。でも、なんでそんな発言をするのかな。それは大谷翔平がメディアに過剰な注目を集められてプライベートが侵害されていると感じているからだろうな。そうなのね。各家に大谷翔平選手は人気者だから、どこに行っても注目されて大変そうよね。そうそう、特にプライベートな場所まで追いかけられるのは誰だって嫌だろうな。でもファンとしては大谷翔平選手に会いたい気持ちもわかるわ。ファンとしては会いたい気持ちはわかるが、大谷翔平のプライベートも大切だろうな。各家にファンとして選手のプライベートを尊重する必要があるわね。だから大谷翔平はファンに直接会いたいなら球場に来てほしいと言ってるんだ。なるほど、球場ならみんなが楽しめるし、大谷翔平選手も安心してプレーできるわね。つまり球場はファンと選手が互いに尊重し合い楽しめる場所なんだ。そう考えると大谷翔平選手の気持ちもわかるわね。大谷翔平もファンもみんなが楽しめるようにこの発言が出たんだと思うぜ。そういうことね。大谷翔平選手の言葉には深い意味があったのね。大谷翔平はファンとの距離を保ちながらこれからも活躍してくれると思うぜ。そうよね、これからも大谷翔平選手の活躍を見守っていきたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は大谷翔平の嫁について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず大谷翔平の嫁は田中真美子っていうんだぜ。田中真美子、聞いたことあるようなないような。バスケの選手だったんだぜ。へえ、バスケの選手だったのね。しかも元日本代表なんだぜ。え、すごい、日本代表だったの。そうそう、すごい実力者だったんだぜ。そんなすごい人が大谷翔平の嫁だなんて。でも結婚してからはバスケを引退しちゃったみたいだぜ。そうなんだ、もったいないわね。でも大谷翔平と結婚できたんだから幸せだろうな。そうよね。しかも二人ともイケメン美女で子供も可愛いし。子供も可愛いって聞いてるわ。羨ましい限りだぜ。本当に羨ましいわ。ところで大谷翔平の嫁は大谷翔平にどんな影響を与えてると思う？どんな影響？例えば食事とかトレーニングとか。なるほど。大谷翔平は嫁の田中真美子が作った食事をいつも食べてるらしいんだぜ。そうなのね。田中真美子は栄養士の資格もあるみたいで、大谷翔平の体調管理も徹底してるんだぜ。すごいわ。だから大谷翔平はいつも元気で怪我も少ないんじゃないかな。そうかもしれないわね。他にも田中真美子は大谷翔平のメンタル面もサポートしてるみたいだぜ。メンタルもサポート？そうなんだぜ。田中真美子は大谷翔平の良き理解者であり支えになっているみたいだぜ。素敵ですね。二人とも本当に素晴らしい夫婦だと思うぜ。そうよね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は大谷翔平について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近さ、大谷翔平の話題がやたら多いよな。各家にね、ニュースでよく見かけるわ。でもさ、大谷翔平ってなんか普通の人間じゃ考えられないような能力を持ってるんだぜ。どういうことなのね。例えば投球と打撃の両方でトップレベルの成績を残すとか、もう人間離れしてるんだよな。各家に両方の才能を持ち合わせて、しかもどちらもすごいって本当にすごいわね。それにインタビューとかでもいつも冷静で謙虚でなんか神様みたいなんだぜ。神様みたいってどういうこと？だってあんなにすごいのにいつもひょうひょうとしてて周りを気遣ってて、まさに神様レベルなんだぜ。各家に大谷翔平選手はなんか特別なオーラがあるわよね。そうなんだぜ。だからみんな大谷翔平に夢中になるんだよな。わかるわ、私も大谷翔平選手の活躍にはいつも感動させられるわ。でもさ、大谷翔平って
実は人間なんだぜ。え？そうなんだぜ。人間だから当然悩みもあるし苦しいこともあるんだぜ。そうなのね。だから大谷翔平を神様扱いするのはちょっと違うんだよな。そうね。大谷翔平選手も私たちと同じように努力して頑張ってるんだもんね。そうなんだぜ。だから大谷翔平の活躍をただ見て感動するんじゃなくて、彼の努力や苦労に敬意を払うべきなんだぜ。そうよね。私も大谷翔平選手の努力にもっと敬意を払わないとね。大谷翔平は私たちに夢と希望を与えてくれる存在なんだぜ。そうね。私も大谷翔平選手の活躍からたくさんの勇気をもらってるわ。これからも大谷翔平の活躍を楽しみにしたいぜ。私も。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。